男子テニス木下グループジャパンオープン28日有明テニスの森公園シングルス2回戦で6年ぶりの出場となった元世界ランク4位の西小里3 4イコールユニクロが同29位のジョーダントンプソンオーストラリアを6-26対3で撃破し準々決勝に進んだ準々決勝では西岡義人を下したルーネデンマーク と対戦する出だしから好調だった。第1セットは、第2ゲームから5連続で奪うなど選手。第2セットも得意のバックハンドや、粘り強いラリーで主導権を握り続けた。勝負を決めると、両拳を揺らして喜びを爆発させ、さらに追加で渾身のガッツポーズ。強かったですね。自分が一番びっくりしている。なんで入るんだろうというボールも入ってくる。 めちゃくちゃ良かったと、字が持参しながら笑顔を見せた。